総運の里茨駅は、岡山県茨市東江原町にある、茨鉄道茨線の駅。単式一面、島式一面の二面三線のホームを持ち、列車交換が可能な地上駅。1.2番乗り場が、島式ホーム、3番乗り場が、単式ホームである。無人駅であり、古戦橋を使って、直接ホームに入る形になっている。駅構内に、本社、 車両基地があり、茨鉄道唯一の夜間大白の設定駅となっている。また、北側駅前ロータリー、総運の里交流センターがあり、待合所としての機能を果たしている。2番線を上下本線、1.3番線を上下副本線とした一線スルー構造であるが、実際の運用では、茨線に、 各駅停車しか運行されていないため、朝の時間帯のみ上下走方が2番乗り場となる、以外は、下り列車は1番乗り場、上り列車は2番乗り場を使うのが基本である。3番乗り場は、もっぱら当駅止まりの列車の降車ホームとして、使われるが、線路保守の観点から、静音方面への上り列車も少ないながら使用する。なお、当駅始発の下り列車は出庫後、 直接一番乗り場に侵入する。パークライド用に、駅前に84台分の駐車場がある。伊勢総ウの故郷であり、当時は、ビ中チュークナシリガツバラと呼ばれていたことにちなむ。駅名評価部にも、総ウをイメージしたイラストが描かれている。ありがとうございます。